で、うちはその、もともとマリコ受精卵やったよ、言うたやろ。それが生まれたらうちやん。で、地球もマリコ受精卵やねん。まあ、相対性理論の一種というか、タイムマシンの一種というか。まあ、最近で言うと圧縮とかね、よう言うやんか。USB に圧縮して入れるとかな。なんなんとも似てるかもしれんし、な。どっちみちデータやから遺伝子なんてな。でしょ？このパソコンで処理できる、全算処理できるデータやで。遺伝子って。まだ解明進んでませんって言ってあるけど、報道では。ほんま？あんなん簡単に解析できるやろ。な、まだ解析できてませんなんて報道ほんまに信じてんのみんな。ちょっとでも勉強したら、習って、勉強か。な、ちょっとでも勉強したらってもう学校教育関係ない。ニュアンスになるんやろ。学校の生物の授業受け取ったら、こんなん、今の時代すぐ解析できるんちゃうって、絶対思わはずやろ。でも君らそういうの思わんような勉強の仕方してんね。教育の仕方されてんね。な、ほんで結局今から言うこと言うともう一気に始まっちゃうんかな。言おうと思ってたけどな、やめた方がいいっすよね。めっちゃブロックかかってるから、まあ、吹っ飛んじゃったみたいな。どっか行っちゃったかな。やめとこうか。まあ、とりあえず、その、狂言じゃないよ。あの、大陸が沈むっていうのはね。で、大陸を沈ませなかったら、もう、世界中地震だらけ。それも本当よ。大陸が残るけど地震だらけ。なんでって。受精卵がもうすぐビガーになんねんから。揺れますよ。地球それ自体がククククククって。もう住めたもんちゃうから。その前に沈めるか。それはレーザー処理ね。でもしくじることもあるやん、レーザー処理。な。でもほっといても、そう生まれた時にちょっとあざがある程度。大陸はね。でも、じゃあ大陸の子そうや言うても、そう、ビガーになる、なったらもう、わーって動くやんか。もう、星の形、星いうか、ま、休憩ちゃうから、もうビガーは。そんな状態になるとまだ住みたいんか？表面に。寄生虫かよ、ほんまに。今、寄生虫やな。な、この説明したら、発見しような寄生虫ってわかるやろ？な。だから、ま、いろんな予言が結局なんとか一生懸命伝えようとしていながら上手に伝えれてないでしょ、ね、でもしゃあないやほんまに上手に伝えようと思ったらもうなんかまあこう今回のつかまあ今日のっていうかどういったのやろ、今日だけじゃないからな、まあ、今日に至るうちの説明これぐらいのレベルの高いやろ。レベルってその、かっこいいぜ、すごいぜ、優秀だぜ、意味ちゃうで。みんな言葉ってそんな風にその、みんな言葉嫌いやろ、そしたら。レベル言ったら、個人差みたいに感じる人。レベルって個人差って見ちゃうで。もしそういう風にしたいんだったら、それは、レベル差って言うねんけど、レベルっていうのは、ね、水準じゃない。水準は C レベルやんか。ロジー行ったらこんなん習いますよ。小学校ぐらいからもう教えてくれますよ。こういうことはロジー行ったらね。宗教みたいなイルミナティってどうしようもないことだらけですよ、現代はね。だから、どうしても宗教好きな人は、もう古代戻ってくださいと。ね。宗教がごく当たり前だった時代に。今、イレギュラーでしょ？宗教やってる人たち明らかにイレギュラーやん。現代人の中で。君はやろ？ね。でも、タイムマシンの話は本体から。だから、宗教やってても浮かへん時代にって言っても、浮かへん時代なかったん、実は。イエス・キリストたちもめっちゃ浮いとったし、モーゼたちもめっちゃ浮いとったし、シッダルタご一行さんもめっちゃ浮いとってん、実は。
宗教が浮いてへん時代なんかないねん、実は。だけど、人口少ない時代に、そのカルトたちを送り出したら、人口、カルト人口密度が高まってまうやろ。カルトの比重増えるやろ。だからみんな同じ時代には飛ばさへん予定で。多分。もう会われへんねん。だからみんなが。どうにするかっていうのは、もしうちを殺そうとしたら、その、さっき言ったように、素粒子になっちゃうよね。みんな。第一、まあ、内側だから、日本列島の雛形でもあるし、うちの致命傷になるようなところに原発って配置されてんのちゃうの多分。な？真ん中にないよって。あ、火山があるんちゃうのな？うちに致命傷を与えたらもう即始まってまうね。そういう場所に配置されてんね。火山も。で、原発も。火山だけじゃ不十分やから原発が配置されてんね。ね。ね。だから、もう絶対そうなるねんから、その予定ずっと聞いてんねんからね。ごめんなさいっていうような、そんな言う暇もないからみんなは。な。言わんでね。じゃあ全員言わなきゃやろ。俺だけ言って、エリーとか、一番とか、やってればちゃうな、もうお前ら。そんな言う、もうお前らやれへん。実は私どもの教団は間違ってました。そんな、取材に来てもらう余裕ももう暇ももうない。みんな忙しいねんから。